さあじゃあ今日はこの鳥散歩は特殊ですよ。特殊なねことが、さ先ほど鳥散歩ね、今までにないこう世界初鳥散歩で世界初って、別に僕が何か新しいことやれば全部世界初になるんだけど、あ、靴紐がちょっと嫌なところで靴紐がほどけたけどさ、よいしょよいしょ。ちょっと今日これどういう風に、公開されるか分かんないんですけど、うまくいくかも分かんないんだけど、違いが分かるかな。ちょっといきなり実験した方がいいか。ただいま、もうちょっとあれかな、景色のいいところで撮りたいけど、ただいまね、この現在このマイクの音は、GoPro Hero 7のね、もう最近の鳥散歩は完全に、GoPro Hero 7の、内蔵マイクを、カルマグリップ経由で撮ってます。でですよ、今回何が変わるかっていうと、じゃあこっからね行きますぜ、いっせーのドンと、音変わるかな。マイクをね、またあの別、せっかくこの身軽な、GoPro Hero 7の内蔵マイクだけで撮れるようになった鳥散歩に、さらにまた外部マイクを、別撮りマイクを導入したっていう話なんだけど、ただこの今回導入した別マイクは、ただのピンマイクとか今までのモフモフマイクとは違って、360度、なんだっけ、バイノーラルマイクって言うんだっけ、3次元音響みたいなやつで撮ってて、これをさ使ったらもう劇的に鳥散歩の臨場感が増すんじゃないかという期待のもと。いや何せね、最近そもそもあのちょっとマイク沼にまた、あれこれね、完全にわたごはんのね、ワタックスブログのわたごはんさんが悪いと思うんですけど、なんかこう Vlog のマイクを、マイクの音をもっと良くしたいみたいな、こう YouTube を上げてんのを見てなんか触発されて、よし俺もちょっとマイク環境をまた一段見直すかっていうところで、最初は GH5 につけてるマイクを、ロードのビデオマイクロに変えてみようかっていうところから始まったんだけど、なんかだんだんそこの沼をピチャピチャしてるうちにマイクをいろいろ調べてたら、ゼンハイザーがこの、3D マイク、 3D 音響マイクっていうのをいつ出たのかな、結構最近、そんなに古い製品じゃないんだけど全然知らなかったけど、あのゼンハイザーがiPhone 用の 3D 音響マイクを発売してることに気づいちゃって、だから全然なんかマイクの音を良くしようというところからなんかだんだん道ずれたんだけど、いや鳥散歩の音ってさ、これ 3D で臨場感出たらすごい、また一気になんかこう楽しさが変わるんじゃないのってなんか想像しだしちゃったら、これを試さずにはいられない気分になって、ついついポチってしまったのが、このね、名前がね、なんかあの任天堂のアミーボみたいな名前なんだけど、アンベオスマートヘッドセットってやつね。このアンベオスマートヘッドセットってやつが、ゼンハイザーからライトニングで接続する、なんだろうな、この 3D マイク、 3D 音響マイクって基本的にあの耳のところに、人間の耳のところに、左右の耳のところにマイクをそれぞれ置いて、これでステレオで撮ると、あのあたかもその臨場感を感じられる 3D の、だまさに
まあ、単純ですよね、アイデアとしてはね。自分の身、人間の耳がまさに聞いてる音を実現するために耳の位置にマイクを置くっていう仕組みなんだけど、なのでね、形としてはヘッドセットの形してて、実際これ普通になんかちょっとした音のいいライトニングのヘッドセット、しかもノイズキャンセル機能があるヘッドセットとして使えるんだけど、実はそのヘッドセットの耳にさ入れるところにマイクも接続されていて、 3D マイクにもなるよっていう、そういう製品でなかなか面白いなと思って、しかもこれあのアポジーが協力して作ってるみたいで、あのアポジーってあのアポジー1っていうマイクをあの以前中田さんに紹介されてから、僕もあの出張の時とかはアポジー1使ってだいたいポッドキャスト撮ったりとか、もうちょっとどっか出かける時の高品質、まあ、マイクと、オーディオインターフェースとしてもう絶対なくてはならない必需品みたいな感じで愛用してるやつがあるんですけど、そこの、まあ、プロ用の多分音響とかマイクのメーカーとしては相当有名だと思うんですけど、そこと、ゼンハイザーが組んで作ってるっぽい。だからアプリはね、なんかちょいちょいね、そのアポジープレゼンテッドみたいな感じにちょっと出てくるんですよ。でね、それをね、だからまあそれもまたよりさ、なんかこう期待が高まる感じなんですけど、だからそのマイクを今日は使って、このドリ散歩を撮ってます。どうだろうね、ただいろいろね、なんだろう、秘宝になる可能性もあって、その 3D と言いながらも単にもう周辺の音が騒がしくなるだけで、なんか喋り声がより聞きづらくなったら本末転倒だし、で今のさ、プププとかこう、あとこの列車の騒音とかね、こういうのがどのくらい、まあ、散歩動画だから結構そこら辺がこう、やっぱりさ、ドリ散歩は意外とこの僕の話は完全に酒の魚みたいな、酒のつまみみたいな感じでよくて、やっぱこのなんか臨場感が楽しめるところが、いいんじゃないかと勝手に個人的にも思ってるんですけど、まあそういう意味ではあの 3D 音響がものすごいコンテンツとしては合うんじゃないかなって。これをさ、 YouTube プレミアで、みんなで上映会しつつ、あーだかーだ言いながら楽しむのはすごい楽しみだなと思って、そういう意味で今すごい楽しみ、期待ワクワクで、この、通り散歩今喋って帰ってるってところ、うまく撮れてるとめっちゃ楽しいんだけどね。で、実際にはね、これをね、今僕はあのiOS の標準のボイスメモアプリで音を取ってます。なんか実はさ、マニュアルとかこの声のクイックスタートとかも見たんだけど、若干罠があって、なんかあの録音を何ですればいいんだって、このアンビオマイクってやつは、ヘッドセットマイクは、面白いことに、あの普通のモノラルのマイクもよくあるあのヘッドセットにあるあの手元のスイッチのところ、あの音量とか変えるようなこう端子があるところに普通のモノラルマイクもついてて、あのフェイスタイムとかなんとかするときにただのマイクとしてはそこを使うこともできて、でさらに 3D マイクもついてて、 3D マイクがついてるとね、ここのランプが赤く光るっていうので、今は聞いてるはずなんだけど、今朝本当はこれでさ、なんかディスコードのチャットで、いきなり 3D 音響ディスコードチャットに入ってみんなを驚かせようと思って突然そのディスコードにチャット入ってみようと思ったんだけど、なんかどうもディスコードのチャット中は単なるこの通常のモノラルマイクが効いてて、このランプが点灯しなかったんですよね。でただの普通のよくあるヘッドホンやヘッドセットにあるマイクとして使ってて、まあなんか話し声自体はよく聞こえるっていう話だったんですけど、まあ全然 3D 感も何もない、まあモノラルだからね、
ただのマイクだったんだけど、標準の純正のカメラアプリとか、あとオーディオのボイスメモね、標準のボイスメモとか使うと、一応あの 3D このランプが別に設定モードの設定とかがあるわけじゃなくて、何をもってどういう API でここが切り替わってるのかがいまいちよくわかんないんだけど、なんかね、純正のカメラとかボイスメモアプリとか特定のアプリになるとこれがなんか認識されるんですよ。で 3D マイクとして有効になるんで、今は、ボイスメモ、まあ動画で撮ってもしょうがないからボイスメモアプリで撮ってて、後で編集時にこれをあの GoPro の映像とガッチャンコすればいいかなというふうに考えてる感じ。まあどの最初さ、なんかボイスメモって何で録音するのが一番いいかがすごい悩ましいなと思って、あの一応ねこういうのって大体はこういうほらトラックが通り過ぎるところとかどういう感じで聞こえるのかがすごい楽しみなんだけど、あのこういうさ大体マイク製品とかヘッドホン製品って大体専用のアプリがついてきてて、実際これもアンビオマイクゼンハイザーアプリみたいなのがあって、それを使ってこのノイズキャンセルの効果とかマイクのレベルとか最低限調整できるようになってるんですけど、録音機能がないんですよそのアプリ自体には。でなんかアポジーの製品だから、あのアポジー製品ってということで、なんかアポジーなんだっけな、アポジーレコーダーみたいな、アポジーマエストロみたいな、あの音声レコード用の専用アプリみたいなのがレコメンドされるんだけど、なんか実際そのアプリを立ち上げて使ってみると、なんか有料面白いですよね。このアプリは60秒1分しか音声が録音できませんで、無制限に録音したければ2つのオプションがあります。1つはアポジー製のアポジー1とか、僕の持ってるアポジー1とか、アポジー製の製品のオーディオインターフェースなりマイクをつなげたらそれを自動で認識して、アポジー製品使ってる場合はアプリ無料でそのまま無制限で録音できます。もしくはなんかちょっとシングルデバイスとマルチプルデバイスの差が分かんないんだけど、なんか$4.99とか払うとシングルデバイスで、無制限の録音ができるし、なんか$15 $14.99だと払うと、マルチデバイスで無制限取れるみたいな。まあだからアポジーの公認じゃないデバイス、公認デバイス買っとけば、無制限で無料で使えるんだけど、そうじゃない、サードパーティーとかアポジーじゃないマイクとかヘッドセットを使ってたら、お金を払ってアプリを買ってくださいってやつなんだけど、これアポジー公認でゼンハイザーとアポジーで作ってる割にそこに対してのなんかこうインテグレートがされてなくて、わこれまたみんな行っちゃう感じに、やべ乗せられて渡っちゃったけど、なんかそれがね認定されてなくてね、このアプリせっかくおすすめされて立ち上げてるのにね60秒しか撮れないんですよ。でなんかすごいそこに対してさ、と思ってお金払うのなんかすごい尺だなと思って、なんか納得いかんと思って躊躇してて、何で撮ればいいんだろうと思って、でまあボイスメモは普通に思いつく一番手っ取り早いアプリだけど、なんかボイスメモってモノラルでインターフェース見てる限りモノラルで撮られてるし、なんか音もすごい圧縮されてる感じがするから、なんかこれだと高品質に撮れないんじゃないかなと思って、なんか他のサードパーティーの音声録画アプリないかなとか思って、前のあの手話の MV88 買った時についてたあのモチーブっていうアプリで撮ってもいいかなとか思ったんだけど、でもあれもモノラルマイクだからなんかモノラル用に撮ってる気もするしなと思って、だから少なくとも UI であのアポジーのやつはちゃんと UI にステレオで撮ってるっていうのがちゃんとインジケーターがレベルメーターが別々に出てたのに、あの他のアプリは大体がみんなレベルメーター1個であくまでもモノラル録音になってる感じがしたんで、
結構いろいろリサーチしてたんだけど、まあ、結論としてはなんか実はあのボイスメモが iOS12 ですごい良くなってて、ゲージはあのモノラルのレベルメーターが動いてるように見えるけど、実はちゃんと内部ではステレオで録音してるし、あの設定でね、AAC のね、標準だと AAC の 128kbps のビットレートで録音されてるんだけど、設定に行くとアンコンプレッドの、 あの無圧縮の多分 AIFF だと思うんですけど、 AIFF になんかあのあそこのいつもの銅像のところになんか花輪となんかお祝いされてますね。マッコービーさんの見えるかな、ちょっと近づいてみようか。なんか祝日誕生日だかなんかお祝いの日なのかなっていうのがあって、このジーンっていう音も立体音響的に取れるかな。なのでね、どこまで説明したっけ、ともあれ、そういう話ですよ。あ、だからそうそう、そのちゃんと、高音質というか、むしろ AIFF の無劣化なしで、お、そのこのマコービーさんのなんか44、あ、そういえばこの間もどっかで44って見たよね。11月2日が God was here 書いてあるね。11月2日がなんか記念日なんですね、このウィリー・マコビーさんの、ウィリー・マコビーさんのなんだろう、命日なのかな、ここに書いてあるかな。特に書いてる感じはしないけど、ストレッチマック、ビッグマック書いてますね。うん。ということで、でもこれ結構最近の、あ、もしかしてお亡くなりになったのかな。そうかもしんないですね。それで皆さんが、あ、そうかもしんない。ちょうど、そのあれなのかな。いや、でも、本当か？なんか適当なことを言ってはいけない気がするけど。そもそもあれだよね。そんなさ、ちょっとなんか誰か調べていただければと。まあ、ということで、そうだから標準のボイスメモアプリがなんかすごい無圧縮の、音声録音、あ、こっち怖いな、危ないな録音できるようになったんで、それを使って、わー、この風切り音とか気になるんですよね。これモフモフつけられないから、耳に直接、今耳にすっごい風切り音がブワーって当たってるのが、ある意味リアルにそのまんま収録されるはずなんですよね。だからまあリアル感は、臨場感は絶対出るんだけど、それが実際にこう心地よいこう感じに聞こえるのかどうかが非常に、あー、このいいっすね。でもなんかこの立体感どうやって出るんだろうな。本当はこれを GoPro Fusion に組み合わせれば最強なんじゃないかっていう、まあそこを次はやりたいですけど、まあともあれ、それで標準のボイスメモアプリを使うと、何せ無圧縮のステレオ録音ができるってことに結局気づいたので、遠回りいろいろ調べて遠回りしたような感じなんだけど、結果的に一番近くに答えがあったんで、今はそれで標準のボイスメモアプリでこの音声を撮ってます。だからさ、 iOS でさ、もうなんか iOS のやっぱりめんどくさいところは、このまあ iOS だけじゃないんだけど、スマホ全体そうなんだけど、
スマホで動画撮ればいいじゃんって言うんだけど、後で編集するとき考えて PC に取り込むこと考えた瞬間に急にめんどくさくなるんですよね。なんかもうだってこれこのデータをさ PC 側に持ってくのをどうすんのよ。もうなんかスラックかなんかに一回テンポラリーでコピーして、まあエアドロップ使えればまあそれでいいんだから Mac 同士とかだったらいいかもしれないけど、なんかさそこに一回こう無駄な手間を経由してんのがすごいちょっとね、なんか気分は悪いんだけど、まあともあれちょっとどのくらいどうだろうな、これがもう本当に想定通りになったらすごい臨場感があってうるさいかもしれないけど音も良くてなんかすごいその場にいるようなってなったらもうドリ散歩がまた進化する感じで個人的にはすげえテンション上がるんだけど、でこれ何がいいってこのヘッドフォンタイプで耳にかけて歩いてるだけだから、あのピンマイクとか今までのあのズームの F1 みたいに胸にデカデカとつけてるんじゃなくて、これより自然でしょ。完全にこれで喋っててもさあこいつ電話してるんだみたいな、もう超ナチュラルですよ。こいつはもう完全になんかあの電話しながら歩いてる人だってそうにしか思えないから、なんかこうよりこう自然な感じで、変態度が下がるんでこれは画期的だと思うんですけど、ちょっと楽しみすぎるね、この編集がどうなるかがね。うまくいけば本当にこの沼からのマイク沼のピチャってよかったっていう話になるんだけど、あとこの自分の喋ってる声がさもう全然取れてない可能性もあるんですよね。まあ一応僕の中での保険は GoPro の音源とこのゼンハイザーの音源とを、まあ、最悪ミックスして GoPro はもう確実に自分の声が、拾えてると思うので環境音的にこのヘッドホンの音をかぶせるっていうのもあるんだけど、それやりだしたらもう完全にさなんかお手軽散歩動画を作ろうというこの今までの努力を自らこう手間を増やしてる感じになって、できればね、まあ別録してる時点で確実に手間増やしてんだけどね、まあとかいう、まあ、この、ね、究極ジレンマですよね。まあ僕の声がとりあえず乗るのかどうかが一番の心配かな。これだけ喋ってて外の音はガンガン乗るけど僕の口からの距離がだいぶ口から耳だから、だって自分で喋ってる時に自分の声ってそんなにまあ聞こえてるけどどういう感じなんだろうと全然想像つかないから、これがさこれもし面白いのが撮れれば普通にメインの YouTube 撮ってる時もこれで音良ければ結構外撮りしてる時とかは別撮りマイクの代わりでこれ撮っといてもいいかなって思ったりもするんだけど、ただどういう感じで撮れるのか全く想像ができないっていうところで、今は早く家に帰って編集したいぜみたいなそういう感じになってますね。